皆さんこんにちは、ツコミゴードです。皆さん、最近の日常、最近の毎日の習慣、充実してますか？毎朝元気で起きられてますか？私は最近あんまり努力してない、あんまり頑張ってないように感じて、ちょっと毎日の小さなところもいい方向に変えていきたいという気持ちがあって、ぜひ皆さんと一緒に超人ウィークやってみたいと思います。超人ウィークの目的は、小さなこと、毎日の日常、その毎日の習慣に一つだけいいことを増やしていく。最終的には一つだけでいい。毎日自動的にもう考えずにやっていく自分のためのいいこと、そういう日常をちょっとずつ変えていく感じで、で本当に簡単なことでもいい。毎朝起きたらバナナ食べる、それぐらいで全然いい。それで超人ウィークは来週の月曜日19日から金曜日までやっていきたいと思います。毎日これ自動的にやるぐらい身についてほしいこと1個ずつ増やしていって、そして金曜日になったら5つ5個の習慣が増えてて、でその中で一番元気になった、一番効率、一番良かったの一つ選んで、これからそれは絶対に毎日やっていくという感じの超人ウィーク。そして私と一緒に超人ウィークやっていきたい人、ぜひこの動画にコメントしてください。やってみます。それで覚悟を決めてください。自分の日常をちょっとでも変えたいという人がいて、でもコメントするまではちょっと恥ずかしいっていう、そこまで覚悟を決められない方がいれば、動画にいいねだけ押しといてください。動画にいいねと押すでもちょっと無理っていう人がいれば、誰にも言わないでやっていってください。そして来週の月曜日から金曜日まで毎日動画か、投稿、何かを投稿して、私はこれをやってみた、結構効果良かったとか、あんまり分かんなかったとか、自分の感想も投稿するから、毎日コメントで皆さんぜひ書いてください。私は今朝、起きてジョギングした、疲れただけ、それでもいいとか、ジョギングして疲れたけどお昼過ぎはのいつものだるさはちょっとなくなった、そういうみんなの感想ぜひ教えていただいて、そして毎日試してみることが増えていくから、月曜日にバナナを食べるということになったら、月曜日金曜日まで毎日バナナ食べるということになる。で火曜日から早起きするということにしたら、火曜日から金曜日まで毎日バナナと早起き、どんどん増えていくという感じでやっていきたいと思います。そしてさっき言ったように金曜日の夜になったら、やってみた5個の新しい習慣一つだけ選んで、これ絶対的にこれからこれ毎日やるっていうのを選んで持っていきましょう。皆さん一緒に自分の人生ちょっとだけでもいい方向に変えていきましょう。ちょっとずつでもいいから、超人ウィークも最終的には1個だけ増やす、いい習慣、いいこと、いい日常の毎日やること多分私が一番やるべきのは毎日の日本語の練習ですね。どうも。それでさっきちょっと書いたんですけど、23個のやってみればいいかと思う新しい習慣で、この23の中で自分で選んでもいいし、自分 の思いついたやつもやってもいい。でこの中で、何番と何番ぜひやってみたいという方がいれば、コメント欄で教えてください。これとこれこの順番でやってみますという感じで、1番さっき言った朝にバナナ食べる、これだけ。朝で普通に朝にご飯食べてるならさ、その後にご飯普通に食べていいし、バナナ1本が多かったら半分に切って半分ずつ毎日朝にバナナ食べてもいいと思います。2番は早起きする。早起きするっていうのは、起きてすぐ仕事の準備しなくちゃいけないことをなくすための早起き。早起きして仕事の前に時間を作って、その時間を使って自分で決めてやりたいことをちょっとやってから仕事に行くっていう習慣を生み出すための早起きです。時間は自分で決めていただければいいかと思います。3番は起きてから携帯を1時間使わない。俺いつも寝るときに機内モードにしてるから、これも
寝るときに機内モードにして朝起きて最初の1時間はあんまり画面見ないでゆっくり過ごして、1時間経ったらそれで機内モード外してメールとか、ね、通知とか見るようにすること。4番、朝にジョギングする。これはいいと思います。これぜひみんなやってほしい。朝にジョギングする。5番、朝にヨガする。これも俺もうやってますね。今朝もやった。10分でも簡単なストレッチでもいいから、結構腰痛くなる人におすすめです。結構腰のストレッチは毎日やるとだいぶ痛みとかなくなると思うんで、ヨガとかやったことない人はもう YouTube で調べて、そういう10分朝の15分ヨガコース、朝20分ヨガコースとかそういう動画いっぱいあるから、それで調べてください。6番、仕事の前に違う予定を入れる。これは早起きするとこと関連してるんだけど、朝起きてもうとりあえず仕事の準備、仕事行かなくちゃいけないっていう日常をなくすために、朝起きてもう自分のためにちょっとやりたいこと、本読んだりとか何でもいいから、ゆっくり散歩するとか何でもいいから、仕事より楽しいこと朝に入れる。7番、これは朝じゃなくて夜、寝る前1時間寝る前夜に寝る1時間前から画面を見ないこと。携帯でもテレビでもパソコンでも、そういうまあブルーライトは結構さ、人間を起きさせる力があって寝にくくなる、ディープスリープ、深い眠りに入りづらくなるから、例えば11時に寝るつもりだったら10時からもう画面を見ないようにする。一応金曜日に飲み会やってるんで、飲み会の日だけは画面見てて、よろしくお願いします。8番、また寝る前に日記を書く。日記で今日やってよかったこととか、今日はちょっとダメなこととか、自分の思ってることとか心配してること書いといた方が、寝ようとするときに頭の中で思い浮かばなくなる。まあ、完全にストレスがなくなるというわけじゃないけど、自分で日記とかに書いた方が、ちゃんと手で、携帯とかより自分で手を動かしてボールペンで書いた方が、その気持ちもなんかもうちょっと出し切れる。そしてもうちょっとゆっくり寝る。あと日記で明日成し遂げたいことも書くといいですよ。9番、30分本を読む。これはまあ15分でもいいし、毎日必ず本を読む時間を作る。10番、これはまあ習慣というより、まあ毎日こんな風な人になりたい人やってみてほしいと思います。単なる元気に挨拶する。例えばちょっと眠くてもだるくても、とりあえず仕事行ったら元気に挨拶する。挨拶で相手に、まあ仕事の上司でも家族のメンバーでも、ちょっと今日も会えてよかったっていう気持ちを入れて挨拶しよう。それ会えてよかったってね、上司に言わなくてもいいけど、とりあえず元気で、今日も私も頑張っていきたいっていう気持ちがちょっと伝わるように元気に挨拶する。自分のマンションのエレベーターでも朝乗るときに、あ、おはようございますって、同じ建物に住んでる人たちにでもちゃんと挨拶していきましょう。11番、ウィムホフの呼吸をする。前動画出したことあるけど、ウィムホフというヨーロッパ人が素敵な、まあ瞑想にちょっと似てるけど、呼吸のやり方があって、そういうストレスを減らすこともあるし、俺はやり始めてから3年前ぐらいから、風邪ひいたことないし、鼻詰まったことないから、すごくおすすめです。ウィムホフで調べればそのやり方出てくるから、毎日ウィムホフの呼吸をやること。12番、これいいよ。冷たいシャワーを浴びる。結構特に朝に、夏はそこまで効果ないけど、秋とか冬はすごく元気になる。そして体が強くなる。風邪ひかなくなる。冷たいシャワー浴びる。なんかあったかいシャワー浴びるとどうしてもだるくなるから、冷たい方がいいと思います。13番、人のいいことを見つけて褒める。これ1日1回、自分でもいいから、誰でもいいから、とりあえず褒める。で、これ嘘つくまで褒めるんじゃなくて、褒められるところを探し出すこと。
で、最初は服装でも顔でもいいけど、ちょっとずつその人の性格とかいつもの振る舞いのいいところ気づいてあげて褒めることが目的。1日1回。14番、電車でね、朝の混んでる電車乗って会社とか行ってる人は、電車の中で乗る前から意識して心配したり、ストレス生み出したり、ネガティブな思考やめるように意識して電車乗ってください。結構なんかもう朝からもう汗かきながら、なんか混んでる電車の中で結構心配、なんか電車の中でさ行動できないから何も心配しなくてもいいよ、これからの1日とか。何もだから電車の中で余計に心配しないことで、1日目からこれやってみて、もう心配はとかネガティブな思考も全てなくなったとかそんな風になるわけじゃないけど、ちょっとずつ毎朝電車乗る前に意識する、電車の中で余計に心配しないこと意識してやっていくことです。15番、鏡を見て自分を励ます。これはさ、バカバカしいと思ってしまう人もいるけど、やってみて。これ鏡を見て、お前なんかいいやつやなって自分に言った方が効果ある。多分脳みそが騙されやすいよ。で、俺結構もうシャワーとか出る時とか手を洗う時だけとか鏡を一瞬見て、いいことみたいな感じで、なんか自分のことが好きやなって思ってしまう。いつも鏡見ると、ああいいやつがいるみたいな。まあ5度ほど自己中にならん程度に しといてね。でも本当に毎日鏡見て自分の顔を見て嬉しく感じるようになってほしい。皆さん、たまにさ歩いてる時でも、なんか窓で自分が一瞬映って、おみたいな、俺がいたみたいな、嬉しく感じる。私は、皆さんもぜひそんな風になってほしい。17番、朝に瞑想する。で、朝に瞑想すると結構一日集中しやすくなると言うんで、先の言ったウィムホフの呼吸も瞑想に近いんだけど、瞑想はもうシンプルに座って5分間とかタイマーでもつけて5分間だけ深呼吸するとか、ゆっくり呼吸する。で、呼吸だけに集中する。他のなんか心配してることとか頭の中に入ってくることをブロックして呼吸だけに集中する。これは瞑想。18番、15分、遠い景色を眺める。まあ15分じゃなくても10分でも30分でも何でもいいけど、結構都会にも住んでるともうずっとパソコンとか自分の携帯とか電車の中近いものしか見てなくて、窮屈に感じてしまう、人間は。だから1日遠いところを見た方が、まあ目にいいし視力がちょっと良くなるし、ちょっと落ち着く効果もある。で、なんか遠いマンションとか遠い道路で車通ってるのを見てて、なんか俺たまになんかその人たち、なんか車乗ってどこに向かってるかなとか、あのマンションの人最近調子いいのかなってなんか想像する。で、そうしてるうちに自分の心配してること、自分の中で、ああこれ大変と思ってることがちょっとずつ小さくなっていく。遠いところ見つめてると、なんか自分の周りのすぐの、ああやらなくちゃいけないとか、なんかああ今月お金ないとか、なんかそういうのは心配しなくなる。19番、朝に音楽を聴いて踊る。音楽聴くだけでもいいし、音楽で元気出る人多いと思うんで、でもちょっと体を動かしてリズムに乗って踊る方が普通に元気になる。人間結構元気になる。なんか研究によって音楽聴いてるだけで、なんかそういう自分の嬉しい気持ちさせる、なんかある。ね、ごめん、日本語で説明できないけど。でもちゃんとしたダンスじゃなくて、音楽かけてもう仕事の準備してる時にちょっと踊りながらみたいな、もう適当でいいよ、ダンス。ただリズムを感じて行動してる、なんとなくでいいから。で、俺ダンスめっちゃ下手なんだけど、毎日音楽聴きながら踊ってる。
何かの準備とか何かしてるときにもう踊りながらやってる。普通に楽しい。20番、朝に毎日肩のストレッチやって姿勢を治る。これも俺がやるべきこと。俺あの猫背になるがちなんだけど、 YouTube で検索すればいろいろ肩のストレッチとかいろいろあるんだけど、5分でもいいから5分ストレッチして、で姿勢鏡見てちょっと意識して直していく。でもちろんお昼になったら猫背戻ってるとかちょっと肩凝ってるとか、ね、そういうの戻ってくるけど、とりあえず毎日直すこと、あの自然に身につけていきましょう。21番、15分を勉強する。で15分短いけど毎日当たり前のようにすることが大事。特に朝にやるといいと思う。15分のタイマーつけてもう何でもいいから、でネットで何かを調べる場合は必ずノートパッドで覚えたことを書き込むことが大事。ただそういうネット上で何かの情報を読んでるだけだとダメです。22番、これは面白いことを考える。考えつく、思いつく、ちょっとね、ちょっとわけわからんなんだけど、これ結構発想力を鍛えたい人、1日1回だけ、なんかくだらんことでもいいから、なんか面白いこと考えついて書き込むこと。例えば何でもいいから。私結構発想力があると思ってる人なんだけど、そういうなんか、そういう発想が出てこない人どうしたら、その能力を身につけることができるなのかってちょっと考えてみたんだけど、遊び心を持って、一日一つだけ面白いことを考えつく。何に対しても、例えば家に対して面白いこと、考えるんだったら、例えばこの家は、下の台に置いてあって、太陽の向きとかに合わせて回る家だったら面白いんじゃないかっていう、今ただそれ思いついた。例えば朝の昇る日浴びたかったら、なんかボタンで、家のでかい窓が東に向く。そしてまた夕方になってまた日を浴びたかったら、もうまたボタンで西向きになるとか。面白いじゃん、そんな家。で、もちろんね、お金がないとあんなの作れないけど、とりあえず毎日なんか発想生かす、自分ので、それ書き込むだけ。これできたら面白いなっていうことです。22個で終わりです。で、自分で思いついた、なんかこれやってみたらいいじゃんと思ったことはコメント欄で書いてください。みんなに共有しましょう、その発想で。この中で5個だけ選んで、毎日増やしていく。で、金曜日になって金曜日の夜にどれが一番効果あった、どれが一番やっていきたいのを選んで、これからずっと何年間もそれを毎日やる。これよりいい日常への一歩です。皆さん、私も頑張るんで一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。じゃあ来週の月曜日にスタート。じゃあねー。